本日8月20日は交通信号設置記念日です1931年のきょう東京銀座の尾張町交差点や京橋交差点など34カ所に日本初の三色灯の自動信号機が設置されたことを受けて制定されました信号機に使われている青黄色赤の三色は 光の波長が見やすいため採用されたそうです。ちなみに、世界では青信号のことをグリーンライト、緑と呼んでいます。なぜ日本では緑色の信号のことを青信号と呼ぶか知っていますか設置当時は緑信号と呼ばれていましたが、もともと日本では青葉や青汁など緑色のものを青と呼ぶ習慣があり、 新聞などで青信号と報じられたことで、そのまま定着してしまったそうです。以上、埼玉県立美郷工業技術高等学校放送部がお送りしました。